ご主人様褒めてくださいました。はい。今日はデザイナーの宇野さんは何かおっしゃってましたか。すごく素敵にしてるねということで褒めてくださって。はい、私もすごくあの一目惚れした子でしたので。すごい。あの花がモチーフになってるんですね。そうですね。後ろがすごく素敵なデザインで。挙式の喜びをアロハやありがとうを意味するファングルースのポーズで表す伊藤美咲さん。日本時間の午前11時過ぎハワイで結婚式を挙げました。親友のパンダウノさんがデザインした花をモチーフにした純白のウェディングドレスを着た美咲さん。左手の薬指には日本を出国する時にはなかった大きな指輪が。今伊藤美咲さんを乗せたリムジンカーがカルバリールーテランバイダスイチャーチに着きました。あ、今ウェディングベールの裾の方が見えてきました。あ、可愛らしいドレスです。胸元にあしらわれているのは花でしょうか。現地時間の午後4時からスタートした結婚式。フジテレビのカメラが会場に到着し、教会に入る新郎新婦のツーショット姿を独占キャッチ。あ、こぼれるような笑顔ですね。お友達と話しているんでしょうか。あ、榎本さんに手を引かれて、大変長いベールのようですね。美しいです、美咲さん。眩しそうに目を細めていますね。肩を出したドロップショルダーのドレスで裾がふわっと広がっていますね。シンプルな中に花がたくさん散りばめられていて可愛らしさが強調されています。新婦と新郎今手を組んでいますね。18日に入籍されたそうですが、はあ、二人とも。美咲さんはにこやかですが、榎本さんの方がちょっと緊張されているようですね。今、教会の人からでしょうか、説明を受けています。終始、笑顔の絶えない美咲さん。新郎の榎本さんは少し緊張気味の様子ですが、美咲さんのドレスの裾を気にして持ち上げる場面も。新郎の榎本義則さんは、年商2000億円という大手パチンコメーカーの社長。二人は去年11月にハワイで行われた共通の友人の結婚式で知り合い、交際に発展。出会いから1年、知り合ったハワイの地でのゴールイン。式はオアフ島で唯一海に面したキャルバリーバイザシー教会で行われ、祭壇の後ろ側もガラス張りになっており、挙式の間も海を見ることができる人気の教会。およそ100人が参列し、その中には今回美咲さんのドレスをデザインした神田宇野さんや白石美穂さんも参列したということです。伊藤美咲さん、肩を出したドロップショルダーのドレスで裾がふわっと広がっていますね。新婦と新郎今手を組んでいますね。美咲さんはにこやかですが、榎本さんの方がちょっと緊張されているようですね。結婚式を終え、報道陣の前に一人で姿を現した美咲さんは、もういつもの100倍以上綺麗です。ご主人様褒めてくださいました。はい、嬉しいですね。こんにちは、ビデオアカデミーの白石です。これから私は YouTube を使って14週間で数千万の資産と1万6000の顧客名簿を手に入れて自由な暮らしを手に入れた方法をお話ししていきます。
たとえあなたにビデオの知識もビジネスの経験がなかったとしても全く問題はありません。なぜなら YouTube を効果的に使ってビジネスをやっている人は現状ほとんどいないので、素人が簡単に成り上がることができるからです。富豪になるのに必要なビデオを3つ以上数日にわたってプレゼントしようと思っています。1つ目のビデオは、オンラインビデオ以上に富豪になりやすいものは存在しない。ここでは素人の撮った簡単なビデオが Google の検索順位でナンバーワンを取っている事例や、YouTube で一つのビデオで2億以上のアクセスを集めた方法を公開しています。私が累計3億以上の売り上げを上げているビデオセールス技法も取り上げていますので、ビデオの可能性を完全に理解していただけると思います。2つ目のビデオは、 YouTube で満単位のアクセスを集めて稼ぐ方法のビデオを公開しています。これは30分ほどのビデオを作ることで、機材がなくても顔を出さなくても満単位のアクセスを集めることができるビデオの作り方を公開しています。 YouTube はトラフィックを集めるだけで広告収入を稼ぐことができるので、この情報だけでもお金を稼ぐことができますので、楽しみにしていてください。実際にこのビデオを見た素人が YouTube にビデオをアップロードしただけで Google の検索エンジンで1位を取っている人が続出しています。3つ目のビデオでは、セールスビデオの作り方を話します。簡単なフォーミュラに沿ってビデオを作るだけでお客様にセールスを行うことができる販売ビデオの作り方と次世代のスライドテクニックを話します。初心者の方でも簡単にセールスビデオができるようになりますので、まだビジネスを経験したことがない方でもネットで販売するスキルを手に入れることができます。これらのビデオはあなたがどれだけ忙しくても見ることができるようにスマートフォンに対応していますので、通勤中にでも富豪への道を歩み出すことができます。これらのビデオを送りますので、送り先のアドレスを下の説明文のリンク先からビデオ資料プレゼントフォームに飛び、そこからあなたのアドレスを入力してください。